まりましたバスキアタイム、司会は私山本涼子がお送りします。ということで今回は歓送迎会用の新メニューも登場ということで、一緒に試食をしていただくゲストをお迎えしています。料理研究家の西村明穂先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうですかこちらの建物。いやもうこの3階全部バスキアさんって聞いてちょっと楽しみです。そうなんです。後でたっぷりとご案内させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでバスキアタイムスタートです。現実世界から抜け出した非現実的エンターテインメント空間、それがバスキア。美味しいお料理が奏でる楽しいひとときをご家族ご友人と一緒に過ごしませんか。いらっしゃいませ。じゃあ先生、はい、いよいよ、はい、まず1階からなんですけど、はい、入ってすぐにほらこれは、ね、何でしょうか。これ、はい、伊勢海老ここはあのロブスターがすごい売りなんですよ。そっか、ロブスターだ、はい、なんかここからあの出してきて、はい、調理してくださったりとかするんです。すごい。じゃ あのピチピチのやつをピチピチのやつ出てきます。いや、ね、でまずここが、はい、まあ、1個目のフロアになるんですけど、はい、ここのフロアなんですけど、はい、ここ貸し切りもできるんですよ。あ、なるほど。ヨーロッパなこの落ち着いた色なので、うん、あの騒ぐというよりかは静かにこうワインを楽しむ感じがしたですね。ね。でこっちにも実はエリアがありまして、はい、こういうふうにカーテンがこう、はい、個室のところみたいな感じでついてるじゃないですか。だからここを閉めると半個室みたいな感じでこうカップルとかに特に人気があるエリアなんです。なるほど。あの人目を気にしなくてもいいしね。また2階は1階とは雰囲気が違うということで。全然違う。ちょっと今度は仕切りがパーッとこうない感じじゃないですか。あの広いですね、はい、大広間みたいな、まあ、パーティーするんやったら大体50人ぐらい、うん、で立食やったら70人ぐらいいけます。70人ですか、うん、ほんなん結構もうあの会社でちょっと貸し切って、うん、ブーで貸し切ってパーティーとかできますね、はい、そうなんです。あと結婚披露宴とか、ね、あ、いいですね、うん、ここやったらちょっとカジュアルですね、はい、若い人たちがいててもすごくいい感じですね、うん、お、あ、なんか全然違う、ね、なんか旅館ホテルみたいでしょ。ちょっとリゾートホテルみたいな感じ、うん、実はこの3階のフロアはもう個室がいっぱいあるんですよ、うん、泊まりに来たみたい、うん、レストランじゃなくて、うん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 、お、だって301だもん。301ね、めっちゃホテルみたいどうですかこういうお部屋でちょっと女子会とか。あ、いいですね、うん、でもなんかすごいちょっと贅沢なので、うん、特別なね、うん、あの記念日とかもいいですよね、うん、ちょっと気分上がりました。上がりました。もう一上がりしてもらおうかなということで、ま、実はすごいお部屋がもう一つあるんですよ。まだあるの、はい、じゃあもう先生、はい、よかったら先に。あ、いいですか、入っちゃってください。入っちゃ、あ、どうも。え、どういうこと、どういうこと、どういうことさあどういうことになりますよね。どういうことこれ。ジャグジーのついてるお部屋になります。え、ここはリゾートスパここでお食事ができるということですか。そうです。こちらがまあ大きいね、ソファーずっとこう、はい、ぐーっとこうあるんですけれども、うん、はい、あっち側にはジャグジー分かった。もうあの食べて、うん、ここで汗かいて、うん、食べて汗かいて、うん、シャワーがあるそうか、泊まって帰れる。いや、泊まったらダメ。想像でしてる、でしてる、でしてる、うん、よかったです。もうあのちょっと今理解しきりでないからすごい興奮してますわかります。今までになかったテーマレストランバーバスキア。ビストロ、バル、個室、個性豊かなスペースでこだわりの地中海料理と世界のお酒が楽しめます。ビストロバール、バスキア。さあということでお待ちかねの試食のコーナーです、今回はですね、はい、あの歓送迎会用のメニューの中から2品、はい、2品、はい、先生にはちょっと食べてもらおうかなと思ってるんですけど、ありがとうございます、はい、まず1品目はこちらでございます、はい、これは熊本県産のもう最高級馬刺し、うん、まずは赤身がいいかなということで、はい、赤身手前のやつですね、赤身からね、これです、はい、うん、じゃあ早速いただきます、はいはい、美味しい。全く臭みがなくて、うん、甘みがふわっと口に広がって、ね、あの結構噛めば噛むほど、うん、旨味が出てくる感じです。で次が縦紙、お、全然違う。どうなりました。あの脂がとろっと先に溶けて、うん、あの赤身の歯ごたえが来るので、うん、
まるで本当に霜降りのお肉を食べてるような感じ。なるほどね。次食べていただきたいのが、はいはい、A ランクの霜降り、うん、もうこれ以上上のランクのものないんです、うんうん、お、じゃあもうこれが超飛び切り一番、うん、そう。あ、これはまた歯ごたえが違うよ、うん、違う、あのさっきのと違って、うん、脂身のサシのところでスパッと歯ごたえ、歯が歯で切れるから、さっきのは弾力を楽しいんだけど、これは口どけとサクッとした歯触りを楽しむ感じで、うん、もうあの最上級な味がする。すんごい、これ香りもいいよ、全然違う。この赤身は赤身で、うん、あの淡白で、うん、でもちょっとまろやかでって感じだったけど、うん、これはなんかこうスキッとした、すっきりした美味しさ。さて2品目なんですけど、はい、黒毛和牛の、うん、あのリブロースをのこちょっとしゃぶしゃぶ肉にして軽く炙ってあるんですよ。ほんと軽く炙ってて、炙ってる、それを使って酢飯をちょっとくるっと巻いて。あー、なるほどなるほど、はい、すごい大きいですよね。じゃあちょっとパクッといただきます、ね、はい、口の中でほら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 って溶けるのね。上にわさびがあと乗ってるので、香りが最初わさびの香り、すき焼きの風味、酢飯、3つ味わえる。でも本当に、うん、これ美味しいですよね。めっちゃ美味しいです。普通の、うん、イメージするお寿司ではなくて、こう本当にお肉重視の最後酢飯がもうデザートのような感じ、ね、うん、あの今回その歓送迎会用 の、はい、あのメニュー2品先生に食べてもらったんですけど、はい、どちらもめちゃくちゃヘルシーと思いません？女性でもすごく食べやすいし、うん、ヘルシーな感じですよ。そうなんです。なんか今回のね、この宴会 の、うん、あのメニューっていうのは、その歓送迎会用のメニューっていうのは、もう全然なんかこうベタつきのないすっきりとした、でもお肉の旨味は存分に味わえるっていうね、うん、抜群のメニューを今回はちょっと用意してみたんですよ、うん、バスキアは。なるほど。あの炙ってるとこも良かったよね。それでまた油も落ちるしね。そうですよね。本当に程よい炙り加減やったと思うんですけど、うん、これ以外にも T ボーンステーキとか、うん、塊肉のステーキとかもありますし、うん、もちろんバスキア名物ロブスター、うん、これをメインとしたコースもありますので、お好みのコースからお選びいただきたいと思います。いや、もうすごく頭にもうすごく印象がパーンって残る、もう忘れられへんメニューかなと思いました、うんうんうん、記憶に残る味付けと、うん、メニューだなと思いました。歓送迎会用のスペースとしてはどう思われました？うん、いや、すごく便利だなと思ったんですよ、うん、なぜならば、うん、あの駐車場が広いじゃないですか、はい、であと駅からも近いし、はい、みんなで来るにはすっごく最適だなと思いました、うんうん、あとね、面白いじゃないですか、空間がジャグジーがあったり、はい、なんかいろんなちょっと楽しめるサプライズがあるので、本当にあのいつもと違う雰囲気を味わいたいならすっごいいいとこだなって思いました、うんうん、誕生日おめでとうございます。おめでとう、嬉しそう、ありがとうございます。わ、やられた、私もうこんなにバスキアの番組させてもらってんのに忘れてて、ほんまにサプライズめっちゃやっぱりね、いくつになっても嬉しいもんですね。いや、もうそんなん、そりゃそうよ。いただきます。おいしい、嬉しい。さて、最後は視聴者プレゼントのお知らせです。ご来店時にジェイコムを見たとお伝えいただきますと、グラスワインを1杯プレゼントいたします。合言葉はジェイコムを見たですよ、皆さんお忘れなく。それではまた次回バスキアタイムでお会いしましょう。